ハイコ・フンガーは、東ドイツ、ドレスデン県、サブニッツ出身の元ノルディック複合、スキージャンプ選手。東ドイツ及びドイツ代表として、国際大会で活躍した。フンガーは、クリンゲンタールの SC、ダイナモ・クリンガンタールで、ノルディックスキー複合の競技生活をはじめ、1983年のノルディックスキージュニア世界選手権では、 ノルディック複合個人で金メダルを獲得。翌1984年のジュニア世界選手権、ノルディック複合団体で金メダルを獲得した。また、ノルディックスキー世界選手権複合団体で4位となった。1984から1985シーズンは、ノルディック複合ワールドカップで初勝利。1八十五年、ノルディックスキー世界選手権では、 複合個人4位、複合団体金メダルを獲得した。フンガーはジャンプを得意とし、1980年代後半にはジャンプ専門に転向した。1987年と1988年の東ドイツ選手権90メートル級で2連覇している。1988年3月18日、ノルウェーのメルダルでスキージャンプワールドカップにデビューし、8位となった。 1989年、ノルディックスキー世界選手権にはジャンプで出場し、90メートル級37位、70メートル級30位となった。1990から1991シーズンの初めにサンダーベイで自己最高位となる4位。1991年、ノルディックスキー世界選手権では団体戦で、イエンス・バイス・フロク、ディーター・トーマ、 アンドレ・キーゼ・ベッターと共に、銅メダルを獲得した。1992年のアルベールビルオリンピックに、初めて出場。ラージヒルでは59位と振るわなかったものの、ノーマルヒルで7位、団体では5位に入った。このシーズン限りで現役を引退し、シュトットガルトやジーヴィンヒッツなどで家族と暮らしている。ありがとうございます。